きなエンジン音とともに颯爽とサーキットを走り抜ける1台の車、 RX500 です。 RX500 は1970年に開催された東京モーターショーでベールを脱いだロータリーエンジンを搭載したスーパーカーです。車体のカラーリングを変えながら世界中のモーターショーを渡り歩きました。広告塔の役目を終えた後は量産されることはなく、世界には1台だけ、マツダの車内にある倉庫で眠り続けていました。現在は沼地交通ミュージアムで保管されています。全て胴体保存という形をなんとか維持していきたいというふうに思っています。ミュージアムに来たのは2008年です。翌年に修理され、イベントなどで走る姿も見ることができました。しかし去年1月部品が劣化し走ることができなくなりました。交通ミュージアムの田村則光さんは貴重なこの車を次世代に伝えようと立ち上がります。修理の依頼を受けたのは伊藤秀彦さんです。伊藤さんは数々の古い車の修復を手掛けてきました。いい状態で残していきたいっていう思い入れに関しては、なんでその分やっぱり普通よりか多いと思いますね。長く触ってきた分。車体を調べていくと、ロータリーエンジンを直すと走れる可能性があると分かりました。そこで広島マツダ OB でエンジニアの川尻隆之さんに声をかけました。中のエンジンはかなり損傷しとったんで、日本12万、私の知り合いのそういった特殊な、作業をしてくれる友人たちがいるんで、そこへ依頼して、非常にちょっと特殊な加工、そういうのを皆、助けてもらって、で、組み上げたい。エンジンが車体に搭載されケーブルを接続、燃料を入れて、いよいよエンジン始動です。エンジンの音を聞きながらエンジンオイルや回転数を調整していきます。新たなエンジンが組み込まれました。この日は走行テストが予定されていました。しかしブレーキのマスターはだけど、クラッチの故障でした。走ることなく展示場へと戻ることになりました。古い車なんでね、いろいろ紆余曲折はありますんで、これまでもそういうのをちょっとずつね、皆さんの力を借りて、克服してきたんで、今回もまた早めに対応できるようにしたいと思います。ここからは展示されている状態で修理を行う必要がありました。さらに車体が古いこともあり、大体の部品が見つからず作業は難航しました。そして2ヶ月が過ぎ、走行テストができるまでにこぎつけました。敷地内で慣らし運転が行われます。無事動くことが確認できました。いよいよサーキットコースへ向かいます。この日たまたまサーキットに居合わせた人たちからも注目が集まります。運転をするのは車体の修復を行った伊藤さんです。エンジンの調子もよく、サーキットを20周ほど走りました。運転した伊藤さんからも
笑顔が見えました。柔らかいというか動きがすごくこう、ね、ゆっくりも動くような感じなんで、ちゃんと動かせたっていうことがすごい貴重なことじゃないかと思います。もう安心しました、軽快な走ってる音も聞いて、ようやくここまで来たなと。まあ、ここまでね、本当にスピードを出して本格的に走るのは初めて見ましたんで、これは車を伝えていく担い手っていう人たちにもぜひ見てもらいたいなとは思ってます。世界にたった1台しかない幻の車 RX500 に再び命が吹き込まれました。マツダならではのロータリーエンジン、そしてそのフォルムデザインというのは本当に木村さんスーパーカーって感じですよね。いやースーパーカーですし、顔がね正面から見ると、最初寂しそうに見えたんですけど、走り始めるとなんかヘッドライトからなんかニコニコしてるようなのが伝わってきてね、なんかいいですね。50何年前の車をこうやって蘇って走ると ね息が吹き込まれた瞬間みたいな感じがありますよね。でもいろんな技術もそうですけれども、やっぱこの形この姿を愛し続けている人たちが本当にたくさんいると思うので、いろんな人をこう元気づけるものにもなったんじゃないかなと思いました。そうですね、世界に1台だけの車ですからね。沼地交通ミュージアムではこの RX500 を走らせるイベントをですね、来年に開催することを検討しているということです。以上、深掘りニュースディグでした。